聞いたら花の山の好き鍋を食いとったの。この前、この前 NHK でやるんだけど、あと西条にブルースカイブルーですよね。うん、西条に死んだからツイートでやってましたけどね、あれもええんだね。西条に人気ありましたね。人気あった。けど確かにブルースカイブルー聞いたら、あれは野口五郎が言ったけど、あれは西条の、もうあれこそ代表曲じゃんね。スケールがあんなでかいのね。僕も知らなかったよ。野口五郎ものすごい最終に浸っておったんですね。そうなんですよね。一番年上やったんですよね、あの3人の中で。あ、そうですよね。自分で撮るといい。うわ、うまそう。めちゃくちゃ値打ちありますね、これ。これ120円値打ちある。いただきます。これだけど、180円の同期で買うこれだけで180円、これで合わせて300円くらい。120円か、めちゃくちゃある。これでしょ。これね、これだ、絶対ね、今まで飲んだことないもん。いえ、どうしても色落ちる。いいぞ、これもうめちゃくちゃサービス品ですね、この同棲。この同棲めちゃくちゃサービス品。サービス品、もちろん僕いつもめっちゃ安い。うん、これはうまい。うん、これに入ってるだけで300円ぐらいで出ようちゃう。これ、ほんまやね。うん、食ってしまう。どうぞ、あとはどうぞ。あ、すいません。うん、あ、どうでもどうぞ。いただきます。ええだし、出てますわ、ほんまに。鶏の。もともとのね、どうぞ。そうだし、どうでしょう。あ、そっか。まだ腹入るんやったらね。ヤスベーはこいつは。ヤスベーちゃん。ヤスベーちゃんの餃子の店。いろいろありますね。餃子ぐらい入れる？入る？ちょっとちょっとだけ。じゃあ後で行こうか。ヤスベー。今思い出した。ヤスベー行こう。ちょっと宿の帰り道。美味しかったです。